青森県南津軽郡田舎館村役場の東側に田舎館城跡があります。田舎館城は文明7年1475年亜生氏城主仙徳氏の分家仙徳定武が築きました。この頃津軽地方は南部氏の支配下にありました。永禄4年1561年亜生氏城10代城主仙徳正氏は南部氏から独立し津軽の統一を果たすため大浦為信と永禄の約という軍事同盟を交わしました。この永禄の約とは共同して他の南部氏の諸城を攻撃し津軽統一後は大浦氏と仙徳氏で二分して支配するという内容でした。しかし田舎館城五代城主仙徳嘉門正武は南部氏への義を貫いたため仙徳氏本家と大浦氏の双方と対立することになりました。天正13年1585年田舎館城は仙徳氏本家正氏と大浦為信に攻撃され正武は家臣と共に討ち死にしました。田舎館城の近くには生玉神社があります。生玉神社は坂の上の田村麻呂将軍が建立したと伝えられています。天正13年1585年陛下により焼失したため津軽為信が仮殿を建立しました。さらに津軽信平により再建鬼板に弘前藩の門である万字をつけましたが現在に至るまで社門として用いられています。山子にあるこの西勝の大樹は天正13年1585年の落城の際304名の城兵を埋葬した時の供養樹と伝承されています。こうして田舎館城を攻略して津軽統一に近づいた為信はこのあと仙徳氏本家と不和になり再び戦となるのです。